久保田テニス教室の久保田です。今回はですね、動きに関する大事なお話をしたいと思います。どのぐらい大事かというと、どのショットにも共通することで、それができないと動き出し、要するに構えすらできないっていう、関節の、動きがあるんですよね。ある程度可動域が広くて、でこの関節動かないと、どうしようもないよっていうものがあります。でそれをちょっと、私が今答えをパッと言ってしまうとみんなあんまり考えないと思うんでね、皆さんで探していただきたい。で今、ラケットを、ラケットない人は何も持たなくてもいいんで、素振りをしてみてください。いろんなショットをね。で、それでちょっと関節の、テンション、どのぐらいこう、張りがあるのかというのを、チェックしてください。で、この素振りをですね、正しくされてる人っていうのは気づく可能性が高いです。あ、この関節動かないと構えできないなっていうのに気づくかもしれない。ただ間違った素振りをしてる人っていうのはもう全然気づかないですね。もう見当違いのことを言ってしまったりするんで、それ気をつけてね。で、その正しい素振りって今言ってるのはどういう素振りのことなのかというのも過去の動画では説明してますからね。こういう素振りの仕方はダメですよっていうふうにはっきり言ってますからね。でそれも含めてちゃんと素振りとか実践とかされてる方というのはすぐ気づく可能性は高い。だけどそれ以外の人は気づかない。はい、で、レッスンに来られた方たちいろいろ素振り見せてもらうんですけども、ほとんどの人がそれでもやっぱり間違ってる、っていうのはあります。なので皆さん正しくいろいろ思い出してね、あ、こういうふうにしたらダメって言ってたよな久保田とかって思いながら素振りをしていただきたい。フォアハンドでいいんでフォアハンドでいきましょうね。フォアハンドの素振りをしてください。フォアハンドの構えすらできないということなんで、構えまでの動きですよね。構えまでの動きで、どこにテンションがかかっているのか、を探ってくださいね。必ずやってくださいね。早くボタン持って言えよとか答え早く出せとかって思ってたらダメですよ。必ず自分で動いて、間違ってもいいんだね。間違った方がやっぱり覚えやすいというかね、こう心に刺さりやすいんだね。合ってるなら合ってるで別にいいしはい。どうでしょうか。分かりました。フォアハンドで、この関節が結構がっつり動くなと。でこれがっつりでも動かないと構えすらできないなっていうのを分かりました。どれか答え言います。答えの前にヒント言います。ヒント、股関節ではない。今みんな股関節じゃないかって思って素振りしたと思うんですけれども、股関節じゃないんですよ。股関節でそんなむちゃくちゃ動かないですからね。限界に近いところに行きそうになったらもう外してるんだよね。そんな大きなひねりはないんですよね。そこにね別に足もそんな曲げないしね、私が進めてるのは。どうでしょうか。じゃ次、もう一つヒント。肩ではないです。肩、腕ではない。もう大体これで分かりました。股関節でもないし、肩でもないし、前腕ロックとかのこれもあんまりそんな強い力じゃないですからね。こっち側にこう、軽くこう回して、限界っていうか、ぐーってやり込むわけじゃないですからね。こっち側にふわーってやっただけですからね。大体これで分かったと思います。そうです。答え言いますよ。首です。首。首が動かないとターンできないんですよね。これ分かりますよね。そっちから球が来る、こっちが前だとして、こっちが今度右だとしますね。体こうターンするんですけども、右側にお腹をこう向けるんだけど、この時首はずっとネット側ですよね。これがもし、首が動かなかったら、ターンした時にこっち向きになりますよね、顔が。こうやったら見えないんですよね、球が。なので、首が動かないと股関節が使えないんですよ。もちろん股関節の動きとか肩関節とか大事なんですよ。大事なんですけども、そこを使おうと思った時に首が動かないとこうやりようがないんですよね。この構えって首が結構もうこの辺テンションかかってるんですけど、今ね私こうやってますからね。これやって顔は前向きになってるけど体は横向きになってますからね。これは元に戻すとこっちですからね。これがここまで向きましたからね。結構もう限界に近いところまで行ってしまうと。バックは反対ですよね。こうなるんでね。これって戻したらこっちですからね。こっからここまで。これもう、これ以上、私こっち行くのはもうすごくしんどいぐらい。限界に近いぐらい回してます。でこれができないと、この首の動きができないとバックスイングが浅くなっちゃうんですよ。例えばここからここまで私は向くんですけども、この半分ぐらいしか向けなかったら、このぐらいしか首が動かないとしますよね。そうすると球が来た時にこのぐらいでも多分引くのやめてしまうと思うんですよね。これでもちょっとこう、横目に近いような状態で見るようなことになるんでね。これちょっと胸が見えてる状態です。今左手を出してちょっと隠してる感じなんですけど、この左手ももうしんどいですね。すごくこう行くと楽なんだけど、ここでこう止まるとこう肘が曲がるんですよね。体の向きが浅くて左手を出すとちょっと肘が曲がって上げにくくなるんですよ。だいたい下がっていくと思います。で、この首の動きなんですけれども、できない人ってやっぱりいるんですよね。できない人、まず、1番猫背。猫背でちょっと背骨丸まって、顔を突き出したようなこういう人っていうのは横向きって浅いんですよね。ちょっと皆さんやってくださいね。これもね、こうまっすぐ姿勢を正して、でこっち向くのと猫背にしてこっち向くのって全然可動域が違うと思いますよ。でこう向くとこうだんだんこうなんか斜めに見るような感じになるんですよね。でその斜めを調整、まっすぐ斜めのまんまこう歩くって多分できないと思うんですよ。普通にこう試してみていただいたら分かるんですけども、まっすぐ立った状態で顔を斜めにこうした状態で、それでそのままちょっとその辺安全なところをちょっと歩いていただければ、あちこち歩いていただければ分かると思うんですけども、斜めのまんまってこうものすごく不安定なんですよね。でボールも見づらくなると思います。ボールが何かここに焦点を合わせろと言われたらすごいこう見づらいなっていうのが分かると思います。だからこの状態、猫背の状態でこっち側向いてちょっと斜めになって、動きづらいと思ったらどうするかというと、こう体を倒すんですよ。こうするんですよね。こうすると一応まっすぐにはなりますよね。それで構えることになる。で、猫背になると、この首の可動域が浅くなって構えが浅くなるんですよね。で構えが浅くなった上にラケット両手をこう広げる動き、猫背で広げる動きってきついんですよね。前側ではいろいろできる。手を開かないといけないとかってなると、この猫背、腕開くの大変なんですよね。これもやってみてくださいね。ちょっとわざと猫背にして腕開いてみて、苦しいんで。ってことはどういうことかというと、猫背だとバックスイングもできないんですよね。私が進めてるバックスイング。この辺は OK。だから、猫背の人のテニスっていうのは大体構え、ターンもちょっと浅めで、左手もちょっと左肘が落ちたような状態になります。ちょっと、猫背にして構えるとこういう形で、顔がこっち向いて斜めになってるんで、ちょっと倒すとちょうどいいというかね、こういう構えになると思います。ここからもう一回引いて打つと、バランスはいいというかね。こういう状態から引いて打つ。で、引いて下を通るんですよね。後ろでぐっとこう、ラケットは立つんじゃなくて、ここで立っといて、下ろして、それから打つっていう動きになると思います。これこれまでのチャンネルでもこうやって悪い動きも説明してますよね。で、私がダメだっていう動きを実際やってる人っていると思うんですよ。で、そういう方たちは、それはそれで参考にしていただければいいんですよね。そしたらどの動画も参考になるってことになるんでね。いや、久保田が教えてるこの動きなんかできないよ。でも俺これだからっていう人は、こうやってバックスインググッとしたらダメなんだと。こう回さないとダメなんだとかっていうヒントを与えてますからね。何気にね。だからそういう方はそういう、見方をすれば、参考になる部分はあると思います。で、話を戻すと、猫背はやりにくいと。で、だからといって、猫背で、正しい姿勢ができる人はいいんですよね。言った時にだけでも、正しい姿勢になる人はいいんだけど、ちょっとやっぱ、変形するぐらい、猫背歴が長い人っていうのは、無理やり胸を起こすとダメなんですよね。それ自体がもう苦しいんでね。肩を後ろにやったりとかすると、もうこれ自体が苦しくて、痛みが出てくるんで、そういうことは無理せずに、骨盤だけね、猫背にこう背骨がなってても骨盤だけはこっちにしようとして練習していくという、こっち側を意識してやった方がいいですからね。矯正するときと動きを変えるときっていうのは、上側だけ変えるのはダメなんですよ。下側から変えていかないとダメですからね。下側は安全なんでね。上だけやって苦しい状態、背中に張りがある状態、胸も頑張ってる状態とかで腕動かすって大変ですからね。なのでまずは骨盤の傾きをチェックしていただきたいです。もう一回やっていきますね。猫背の人はちょっと股間を出して、でこの時につま先側に体重乗ってる方が具合がいいと思います。つま先側に体重が乗ってる方はね、この状態でね。でこれをちょっと足の体重とかも変えなくていいですから、足のじゃあつま先だったらかかとにしなきゃとかってやってつま先浮かせるぐらいやる人いるんだけど、これダメですからね。そうじゃなくて骨盤の傾きを変えてくださいね。つま先の体重の乗せ具合とか胸とかを変えるんじゃなくて、骨盤のこの傾き具合でいろいろバランスが取れるようになるんで、まずは土台となる骨盤ですよね。骨盤、背骨の土台となる骨盤が、ちょっとお尻の穴を後ろに向けるような感じにして、それで猫背では OK だよっていうことにして練習していくといいと思います。背骨変形してない人もそっちからやると安全なんでね、その辺気をつけてやってください。であとですね、猫背以外の方で、私が勧めてる動きがしにくいという人っていうのはですね、いるんですよ。それが年配の方です。年配の方で首が動かない人が多い。ただ、レッスン受けに来られてる方って元気な方で、体を動かせるっていうのは結構やっぱり姿勢がいい方が多いんですよね。なんで姿勢が良くて首が動かないという人がいます。例えばこう座ってて誰かに呼ばれた時にこうやって見る人って多いですよね。わかります？これ首動かしてないですからね。首動かさずに体の動き変えてこう振り返る人、子供とか若い人はこうパッとこう見て、でそれからこう来ますよね。わかります？ここから誰かに呼ばれた時っていうのはパッと見て、でこんにちはとかって言いますよね。なんですけども、年配の方はどっちかというとこう首を回さずに体の向きを変えようとしますよね。でこれは今私股関節が動いてるんですけどね、股関節がこうやって向き変えて顔の向きを変えたんですよね。なんで股関節は結構年配の方は動く人が多いです。なんですけれども、首はやっぱりちょっと硬くなるんで、そういう場合は無理したらダメですからね。クボットテニスこんなとこまで顎と肩が近いとこまで来てるんだって言って、ここまでぐーっと無理やり回したらダメですからね。それは徐々にやっていかないといけないです。で、やり方はですね、向こうが前だとしてこっち今度右だとしますね。バックスイング完了の構えを、顔がまず前向いたまんまでいいからこれでやってください。でここで左手でボール持って、ここから落として打つやつをやってください。この状態だったら球は向こうから来るんじゃなくて、ここにもあるものを打つんで、首っていうのはテンションかかってないですよね。で首のテンションがかかってない状態、この状態でボールを落として打つと、肩周りって、私が進めてる動きっていうのは肩の回旋だったり肩の動きものすごく使うんですよね。なんでこの辺ほぐれてくると思うんですよ。でそのほぐれた後に徐々に首を動かしていくと柔らかくなってくるんですよね。もうこれ全員柔らかくなってくるんで、ぜひですね、自分の誰かにボールを落としてもらってもいいですよ。落としてもらってもいいし、自分で落としてもいいんで、それを打球する。で私が進めてる3割3割の動きで肩の回旋とか左腕もビューッと伸ばしておいて、パッと引いてキャッチとかね、やって背中周りとか特にそうですよね、はよく動くようになってくると首が回り出しますんでね。無理やりやったらダメですからね。素振りも無理やりグッて首でやったらダメですからね。徐々にこう可動域を広げていかないとダメですからね。徐々に広げていって、できるようにしないとダメです。これ危険ですからね、こう気をつけてね。特に、このチャンネルの動画を見て教え方真似しようかなと思ってる指導側の方ですよね。年配の方、猫背の方が、レッスンに来た時に無理やりやろうとしたらダメですからね。猫背の方は、骨盤から、骨盤の傾き具合から変えていく。で年配の方はまず首はそんなに動かさない状態からボールを打つ練習して、肩をほぐしていく。肩はこの辺ほぐれると、ここっていうのは大体もう首のこの辺にももう直結してるぐらいのものなんで、筋肉がつながってるんでね、肩を周りをこう柔らかくして、動かしていければ首が動くようになってくるんで、ずっと硬い人っていないんです。最初に私会った時にすっごい硬くて全然こう首動かないのかなっていう人もやっぱりいたんですよね。なんですけども、練習してるうちにだんだん動くようになってきて、普通にこういう構えできるようになってきますからね、全員。これは全員今のところなってます。続けてる方はね。なので、徐々に練習していってください。最初から無理やりはやらないように。だから私もレッスン受けに来られた方で、年配の人で、首の状況を見て、大体どのぐらいの構えにしようかなっていうのはやっぱ考えますよ。あと猫背の人もね。猫背具合で、この人ちょっともう変形入ってるなとかって思うと、やっぱり言えないですもんね。ここまでやってくださいとかって言えない。一応左腕はコードを右側に、肩の高さぐらいで伸ばしてくださいとは言いますよ。でもそれができなかった時に、その人は猫背の場合は無理して言わないです。まず股関節をとかって言って、骨盤の向きとかはいじります。で、それでこう徐々にやっぱ変わっていくんですよね。やってるとね。で、猫背の方も、これちょっとこっちにした方が、楽だったとかっていう風に分かってくるんですよ。私の、教えてる動きのバランス、重さの位置っていうのがね。それで変わっていくと思います。で、年配の方も徐々に広がっていくんで、じゃあ首を動かせばいいんだって言って、首をこうやってこう、首のこうストレッチとかって言ってやったらダメですからね。これは怪我しやすいんでね。あと、手でこうグイーとかってやる人いますよね。自分の手でこうグーッと。あんなの絶対やったらダメですよ。あれはやらないでくださいね。もしやるんだったら、首のストレッチとして、首を動かしてやるとするんだったら、首を一点に止めといて、首から下を動かす。これが首のストレッチですからね。こういうのは首のストレッチですよ。これストレッチ。こう首から下を止めといて、首をカンカンこうやって動かしたらダメですからね。ガーッとこうやって動かしたらダメですよ。じゃなくて、首を止めといて体の向きをこう変えるのが首のストレッチで、これ首のストレッチですからね。こういうのを練習した方がいいです。いろいろ工夫してね。じゃあ上だったらどうするのかなとかね。そういうのは自分で考えてくださいね。私分かりますけど今言いません。そういう風に徐々に練習していくようにしてください。これ大事なところですよ。どうしても構えができないとかっていう人は結構ここの、部分で引っかかってることが多いんですよね。だからやっぱね、姿勢というのはやっぱいい方がいいです。で、ちょっと座り方だけでもですね、ちょっとお伝えできればと思うんですけど。ですね、私ブログの方で尻立ちっていうのを説明してました。ここに骨が2つ両方あると思うんですけども、その骨を座面に立てて、ちょっとこうまっすぐじゃなくてちょっとこう斜めにして立てて座ると、土台が安定するというか骨盤安定して背骨が伸びやすいです。特にこう胸をグッと張るとかじゃなくて、これはダメですからね。これは骨盤が斜めにまた滑ってるという、いつも頭の中で思ってるんですけど、これこう立った状態でいければいいんですけども、この骨が股間側にこう流れてて、この状態になるとダメですからね、この座り方で。これはこれで楽なんですよね。楽なんだけど、この動きが、この姿勢が染みついてほしくないんです。骨盤を立てたこの状態で、猫背とか別にこうダラーっとしてもいいですよ。この状態だったらこれは全然 OK。 ここちょっとこう慣れ型っぽくこうなっても、ここは立ってるんだったら全然問題ないと私は考えています。股関節使えるし、である程度背骨もそんな丸まってるわけじゃないし、こっちはこうすごく筋肉伸ばされた状態、緩んだ状態とかでもないしね。これいろんな角度にこうパッと動けるような感じがあって、これは OK だと思います。これでなで型みたいになったとしてもね。でも骨盤が前にずれて、でこの状態でこう背骨伸ばしても、これやっていただいたら分かるんですよね。これわざとこっちにして骨盤を斜めにこう股間側にこう斜めにして、でこれで背骨伸ばしてこの状態にするとすっごいきついですよね。これはもう上だけ合わせたみたいな、土台が全く違うという。これ逆にこっちにしといて猫背にしようかなぐらいのつもりでいいと思います。はい、ことになって、その状態でね、首とかがこうどのぐらい動くのかなって思ってちょっとチェックするとかはいいですよ。これは割と安全なんでね、猫でねこれって考えても全然うまくいかないんでね、この状態、骨盤立てた状態で首を自分の限界ってこの辺かなぐらいにチェックするのがいいですよ。これを毎回こうグイグイやってストレッチとかってやったらダメなんだけど、これは自分はこのぐらい動くのかなってこうチェックしてみてください。それが浅い人っていうのはさっき言った素振りをやってそれがストレッチとか練習とかになればいいとは思っております。そんな感じです。これ重要なとこなんでね、で気づきにくいですよね。で今みたいなストレッチの仕方とかっていうのも教えられる人ってなかなかいないですもんね。みんなこうグーってやったりこっちやったりこう腕使ったりこうとグリグリ回したりとかね、回したりっていうのはまた危険なんで、回すっていうのもやめてくださいね。素振りが首ストレッチするんだなってこう思えたらいいですけどね。素振りすることイコール首のストレッチ、今回は以上です。